熱愛疑惑再燃。メドベイジェワの告白で明らかになる羽生譲るの過去昨年、バイオリニストの元妻栄子さん、36、とわずか、105日で結婚生活を終えた波乳譲る、29。離婚発表から2ヶ月が過ぎ、落ち着きを見せようとする中、新たな嵐を呼ぶ発言がロシアから飛び出した。昨年8月4日に結婚を突如発表したハブだが、 一般人は愚か性別まで伏せるという徹底したガードぶり。その後、一部週刊誌の報道でお相手が A 子さんであることが明らかになるも、11月17日に離婚を発表。しかし、100日というあまりの短期間での離婚にネット上では疑問が紛失。結婚もほとんどの親族に報告していなかったため、ハブの祖母やおばがメディアの取材に対して、ハブに苦言を唱えるという異例の事態にまで発展した。 日本人として初めてフィギュアスケートで冬季五輪に連覇を果たし、国民栄誉賞まで受賞した世界に誇る大スターのハブだが、結婚までプライベートは謎に包まれてきた。過去に同級生との交際や元国民的アイドルとの交際が噂されたことはあったが、いずれも徹底的な情報は出ないままだった。そんな中、ハブとの過去の交際を匂わせる、大物が現れた。ロシアが誇るフィギュア選手、エフレニアメドベージェは、 24、た、これまで世界選手権で2度の金メダル、18年のタイラ・マサゴリンで銀メダルを獲得するなど輝かしい実績を持つメドベージェは、ハブのコーチを務めたブライアン・オーサーに支持するため、一時期カナダに拠点を移したこともある、同門生でもある。そんなメドベージェはは、日本時間の1月29日、自身の YouTube チャンネルを更新し、約1時間30分の動画をアップ。自身がホストを務め、 ゲストと対談をする番組の最新作だ。ロシアの大手メディア、スカルブメディアホールディングが運営するサイト、スターヒットが30日に配信した記事によると、その中でメドベージェワはこう語ったという。去年、元彼が結婚したの。私は、アワハって感じだった。それから3ヶ月後に離婚したんだ。私は、アワハって感じだった。おっとっと、っていうリアクションから、あワは、 っていうリアクションになったんだと24歳のアスリートは話している。翻訳は編集部。名前は明かしていないものの、昨年に結婚し、3ヶ月で離婚した人物として真っ先に思い浮かべる人物といえばハブだろう。スターヒットの記事の見出しも、エフゲニア・メドベージェワは、元彼の羽生譲るの結婚と急速な離婚に対する自分の反応について語りましたとなっている。動画のコメント欄にも、ロシア語で、神様、 ごめんなさい。ジェーニャの元彼についてのコメントを無視することができません。これはまさに波ユ譲ルのことを表しています。以前は彼らに関係があったかもしれないとは思いもよりませんでした。ジェーニャが波ユ譲ルのことを言っているんだけど、彼は結婚してから3ヶ月で離婚したんだよ。編集部中、ジェーニャはメドベージェワの愛称、といった感想が並んでいた。果たして、フィギュア界が誇る二大スターは本当に交際していたのか ハブの口から真実が語られる人は。